皆さんこんにちは。今日はグリニッチに来ました。犬が可愛いです。これはカティサーク号といって、中国から最速で紅茶を運ぶために誕生したティークリッパーという快速船のうち唯一現存する船です。一部火災等で修理は入っていますけども、修復されてこうして展示されています。これはグリニッチフットトンネルといって、テムズ川の下を歩いて渡ることができます。対岸にある同じ形をしたあの建物に出てくるそうです。友達と合流してちょっと甘いものを入れてから、グリニッチパークを通って天文台に向かっていきます。犬とおじさんが遊んでいました。ちょっと丘を登りながら目指していきます。犬もいます。これが24時間時計と、それの下にはフィートやヤードの基準器がありました。これが天文台なんですけども、今あの赤い玉が下についてるの見えますでしょうか。時報球というんですけども、12時55分から58分にかけて真ん中まで来ます。1時にかけてこの一番上まで来て、1時の時報とともにスーッと今みたいに落ちます。テムズ川にいる船がこの時報を見て船の中の時計を合わせていたそうです。そしてこれが稚児船です。実はですね、今は昔と違って重力に影響されない GPS を用いて測れるようになったので、本当の稚児船は100メートルほど東にあるそうです。でも地球はちょっとずつ変動しているので、何千年後にはちょうどこの線まで来るそうです。中は博物館で、このオクタゴンルームには望遠鏡をあらゆる角度に向けれるように窓が縦長に作られています。他にも振り子の時計だったり、時間を測る道具たちの展示が歴史とともに展示されています。ここは遠く離れたクイーンハウスという場所のリアルタイムの映像を映し出せる、暗闇になると映し出せるっていう装置でした。これがリアルタイムの映像というか、今の映しているものです。そしてこのクイーンハウスが丘の下にあるあの建物なんですけども、こちらに今度向かっていきます。丘を下ると丘の上に天文台が見えています。クイーンズハウスに着く頃には天気もすごく良くなっていて綺麗でした。建物もすごく美しいです。ここには絵画のコレクションがたくさん並んでいます。この螺旋階段が一つの目玉というか有名だそうで、すごい綺麗な色合いでした。そしてもちろん土地柄、たくさんの海にまつわるものだったり海軍の絵も飾ってあります。これはクイーンズハウスの横にあるグリニッチ王立海軍大学です。かつて存在したイギリスの海軍の教育機関です。今はグリニッチ大学としても機能しています。映画のロケ地としても有名で、007のスカイフォールだったり、パイレーツ・オブ・カリビアン、そしてレ・ミゼラブルなどもここで撮影されています。少しこの映像を流しながらグリニッチについて説明すると、イギリスはかつて世界の4分の1を植民地としていて、支配する地域のどこかでは日が当たっていることから、日の沈まない帝国というふうに言われていました。その最盛期を支えたのは優れた海軍があったからです。安全かつ効率よく航海するために、天文学、気象学、航海術の発達が必須であり、グリニッチはその中心地として天文台だったり、この王立海軍大学などがありました。この建物のメインはこのペインテッドホール、天井画です。すごくかっこいい建物でした。この奥には現代アーティストの作品も展示されていて、すごい周りの絵画にも反射して綺麗でした。このキラキラ輝いているのは石炭になります。
この天井画はジェームスソン・ヒルが手掛けていて、19年もの歳月を経て完成しています。みんなこうやって寝っ転がりながら天井画を眺められます。私も寝っ転がってました。英国の歴史や大航海時代の英国の富と力が表現されているそうです。もともとは海軍兵のためのダイニングホールでした。見どころが本当にたくさんあって、歴史としてもすごく興味深い場所だったので、とってもいい週末になりました。皆さんも良い週末をお過ごしください。また。